踏んでいるところが終点で、例えばここが出口だとします。で、出口の近くにプレートがない場合は、プレートで仕上げなくてもいいように、コンバインドローラーで踏むときは、横踏んで、真ん中横で戻って横、真ん中横で最後に、ローラーマークが残っているときは、反対側の横を最後に踏みます。で、横踏んで真ん中横。で、最後に、それでもまだローラーマークが残っているときは、踏み方としては、横踏んで、で、反対側の横踏んだら、最後、真ん中踏みます。で、両サイドのローラーマークがなかなか消えないときもありますので、その、コンバインローラーを少しずつずらしながら、ローラーマークが消えるまで何度も踏みます。